一つは首に、もう一つは。え？お。全身にだ。私を舐めて。喉を潤すものが必要だろう。用意するだけだから。この子、食事のマナーが悪い。スプーンを、スプーンを正しく持ちなさい。はい。それ以上近づいたらぶっ殺す。驚かせるような真似をして悪かった。だが道具の持ち方にはいい悪いがあるというのはなぜか。お前名前は焦りとか言ったか。井堤、私の名前は井堤だ。覚えておけ。嘘。セシ、これ食べられないかな。ずっと味が気になってたんだ。おお、もちろんだ。どうやったら死ぬんだあいつ。ゴーレムは核を壊さないと意味ねえの。核？それはどこに。獣が裸になったところで喜ぶ奴なんか。見て、毛玉で作った。ひまか。完成。これ。勝手に食べ始めてはいかん。皆が食卓に着くまで待ちなさい。慣れればいい面もあると思うぜ。自分じゃできないことを任せられる。ごちそうさまでした。した。よし。じゃじゃーん。よく頑張ったね。回復魔法の方が痛い。いや、ほら、一口だけでも。ほら。しつこい。偉いぞ、五つ目。頑張ったね、いい子だね。やめ、お前ら、人をなんだと思ってんだ。五つ目、どうしたの。店員酔いかな。疲れが出たか。私はここで待ってる。五つ目を一人にできないし。俺も。具合が悪いわけじゃなさそう。なんか幼児対抗しちゃったみたいで。へえ。いや。ほら。どこだここ。あ、戻った？え、な。大丈夫？少しそこで休んでろ。ちょっと周辺を見てくる。え、何？怖い怖い。手を回して。ああ、やだ。落ちる落ちる。ああ、落ちる。なんだその体勢。あの動きは。一体感が必要なんじゃないか。だから何なんだあいつは。一生懸命なんだよ彼女は。うわっ。